はい、太すぎる滑り止めは水の抵抗と重さがひどいので、持ち手の軽量化でまっすぐ打ちたいということですね。これがですね、まあ、今使ってる森の取っ手部分ですね。だいぶ太いですよね。まあ、3センチぐらいあると思います。これはですね、左手がうまく使えないのと、右手でやる。右手でやればちゃんとできる自信はあったんです。力入るような時にね、カパカパするんですね。力を入れたり抜いたりする微妙なタイミングとかですね、そういったものはちょっと難しい。まあ、そういうこともあって少しでもですね、補助になるように思いっきり太くしたんですね。3センチかもうちょっとあるかもしれません。多少助けにはなると思うんですけど、まあ、あまりにもですね、このゴムの厚みが重くてですね、シャフトだけ見ても前半が重い。押し棒とかそういったものを合わせると前側が重すぎてですね、こう落ちていくんですね。だからまあ、この部分の重さをですね、逆に浮力に変えましょうと。まあ、浮力というのはですね、水中では体積分浮力はあるんですけど、その体積の中、比重を軽くしてバランス上盛り先が沈みにくくするという目的ですね。まあ、要は持ち手を軽い素材に変えるということですね。この中身は軽いもので浮力を強くしましょうということですね。厚いゴムを取っていってですね、だいたいこの辺りにいいんですけど、普通はこの太さで、これが屋外用の滑り止めですねをぴっちり巻いてますね。その上にさらにゴムがですね、まあ、厚みがあるということなんで、これを全部外して中にバルサ材を入れてですね、紙粘土のようなもので隙間を埋めて防水加工してやっていこうか。でこれ取っていきますね。このゴムはですね、電工用のゴム同士を巻いて引っ張る癒着って言うんですけど、自己癒着テープか。これを全部外していきます。小刀があればデザインカターとかもね、小細工するにはいいです。とりあえずね、簡単な切れ目をつきましたね。切れ目をったので、これでですね、こんな感じで開いていくと、なんか蝶のさなぎ開いてるみたいな。今ですね、こんだけ太いものがいいかどうかもわからない、そういう時だったんで、まあ、役に立ったとかこんな感じ で元はですね、まあ、こんなめちゃくちゃになってますけど、これですね、この屋外用の滑り止めに対してゴムを巻いて、さらにその上からビニールテープをさらにこの補強というか太くするために麻紐のようなものを巻いて、その上からゴムをつけてたんですね。めちゃくちゃ重いんで、これ何グラムぐらいあるんだ、150ぐらいあるのか、まあ、そんな感じですね。取っ手をつけます。次ですね、からやるなら2ミリぐらいが、私の場合は、ま、手が怪我してたりいろいろあってうまく動かないんで、あえて太めのものを作ります。ま、今回はですね、この隙間を軽く埋めていきましょうということで、ここにですね、粘土をつけていって、でその上からコーティングですね、防水コーティングしようと。今回用意したのはふわっと軽い粘土、3歳以上ね、多分ね、あの字が小さくて今読めないんですけど、硬くなったら水で柔らかくしますみたいな、そんなことが多分書いてると思います。あともう一つこれですね、黒い粘土、軽い粘土、こうかな。あとあとね、接着剤で固めること、まあ、撮影 しながらだと手際が悪いですけど、まあ、カメラとか照明とかで、まあ、ここまでは接着剤がついても大丈夫ですよみたいな、そういう感じですね。初めて開けるんですけど、こっちは大丈夫です。で、これに入れて、混ぜてですね。まあ、このぐらい。ちょっと黒が多いぐらいで。私が子供の頃はね、こんなものはなかったですね。昔は油粘土といって、なんか、油性なんで塊はしないんですけど、手がベタベタしてですね。どうでしょうか。ちょっと、こんぐらいあれば十分じゃないの？あとはこの練り込めればね。まあ、このイメージよりだいぶ軽いですね。スポンジよりちょっと重いぐらいの存在感ですね。木工ボンド足すかな？ちょっと。はい、木工ボンド持ってきましたね。まあ、こういう用途なんでなんとかなるでしょう。多分乾くのに時間がかかるんで、まあ、つきやすくなった感じはしますね。まあ、なんとかですね、木工ボンドがこうバルサ材にちょっとつくような感じの、意外となんか物になってきたような気がしますよ。これでもまあダメではないと思うけど、この後これ乾いてから、軽くペーパーかけてですね、ある程度平滑にした後、まあ、その際はですね、平滑にするときはまあ多少バルサを削ってもいいんじゃないと思ってるんですよ。だからまあ適当にね、まあ
ね、これ茶色にしたらガマだったな。ガマの方にそんなにこう綺麗に太くするつもりはなくて、ざっとこう隙間がバルブ差が見え見えでもいいだろうと思ってたんですけど、なんかもうこのまま使えるぐらいのですね、まあ、これからの手順としてはこれを乾燥させて、で軽くペーパーがけして、ある程度こういうデコボコがですね、まあ、大体まっすぐになればいい。でバルサが見える誘着ゴムをね、黒いゴムを巻いて、それで出来上がりですね。軽量化されたんで盛り先が沈みやすいということもですね、軽減されると、むしろまっすぐ飛んでいきやすくなるというふうに、まあ、目論見としてはあります。まあ、これ自体は多分防水性は全然ないんで、まあ、防水加工しないとダメですね。わずかにバルサがね、露出してる感じで、大体いい感じで、あのまま乾かしても乾燥時間が長くなるのと、この上からゴムを巻くとしたらちょっと太すぎるということでね、まあ、軽くペーパーをかけて、それから二液性のウレタンですね。で、これついていたゴムですね。まあ、これの 1.5 倍ぐらいの、ちょっと効果の確実に早いエポキシの安いやつでやろうと思います。100均なんかで売ってるやつですね。で、とりあえずこれは、耐水ペーパーですね。まあ、耐水ペーパーでもいいや。これで軽くちょっと、ある程度できればいいですね。軽く、整いましたと。その上からエポキシを塗っていきます。エポキシはね、100均でちょっと買ってこようと思いますね。ということですね。はい。今、電池がね、なくなって、カメラの電池が。この一番大事なですね、接着剤混ぜた途端に電池がなくなりました。最悪のパターンですね。さあ、これで、いけるのか。はい。大体濡れたと思いますね。多分大丈夫ですね。まあ、どうしてもダメならね、もう一回やりますけど。あとはですね、これが硬化するまでですね、軽く回しながら。まあ、1分に1回こうちょっと回すような感じでやっていきます。はい、ここで塗料や接着剤のマスキングを外す時の注意事項ですね。ちょっとベタベタするけど手にねネチョネチョつかないようになったらマスキングを外します。これをですね完全に固まってから外すと、この部分がですねパリパリと割れるとかですね、ひびが入って思い通りにマスキングが外れないことがあるんですね。なので半乾きぐらいで、まあ、乾きというか硬化ですね、半分硬化したぐらい、はい、ここで、はい、外れました。見ていくとね、だいたいまんべんなくついているようですね。これが硬化して、まあ、半日か1日ぐらい置いてサンドペーパーをねちょっと軽くかけて、それでもう一度エポキシを同じようにこのエポキシの層を厚くて、その上で硬化させたら、次はですね誘着ゴムですね、自己誘着ゴム、こういったものですね、こういったものをつけて巻いて、こう引っ張りながら巻いていきます。人は少しこう最初は斜め下に置いていって、そしてくるりと一周した後で上に上がっていきますね。で、返していきます。落ちてるこれ、もういいや。これなんかとりあえずは形になりましたね。とりあえずこれで、まあ、ダメ元でやってみます。